ゴールデンウィークのピアノ屋 .com、 明日から始まりますが、ゴールデンウィークの最終日です。今現在のアップライトの在庫なんですが、いつものようにお見せするだけじゃなくて、音で聞いてもらいたいと思いますね。一台一台全然個性が違って、実際にこうお店に来て、ピアノ選んでるみたいなね、感覚になってもらったらいいかなと思います。まあ本当に個性がありますのでね、特に中古の場合はその機種の個性というよりかは、そのピアノが何十年で使われて、そしてここに届いた時にどんな音になってるかという、そういう違いもありますのでね、その機種がそんな音だと決めつけることはできませんが、ここにある在庫のピアノがどんな音かという感覚でね、聞いてください。まずね、ヤマハの UX10BL なんですが、これは X 支柱のね、いいピアノですよ。小型のピアノになりますね。ヤマハのピアノの音です。もういかにもヤマハピアノというキラッとした明るい、ね、伸びのある音ですね。もうザ・ヤマハっていう音、これがここにあります。そしてここにある可愛いのメルヘンですが、可愛いのピアノにしては値段は安いですが、可愛いのピアノとどっちかというと優しい柔らかい音にするっていうんですがね、どんな音でしょうか。カバーよりもちょっとはっきりしてるのはしてます、こんな音が好きな方もね、多いかもしれません。で、ここにあります可愛いの赤いピアノ、グランド譜面台のね、KL32BG ですが、これはどんな音がするんでしょうかね。やっぱり弦が長いので深みのあるね、音がしますね。低音が気持ちいいですね。こんな感じの音ですね。さて、これも可愛いですね。これは US の50というモデルで、当時めちゃくちゃ売れたピアノですね。黒い、スタンダードな、グランド譜面台のピアノなんですが、さあどんな音がするかな。ソフトですね。重点はすごい。やっぱりですね、重点音の可愛いってね、感じがしますけども、とにかくまろやかな優しい音のピアノがいいっていう、そして深みのある重点音が出るピアノはこれです。さて、今度またヤマハに戻りますね。グランド譜面台のW102B というモデルですが、なんかお店に来て選んでるみたいでしょう。ね。これはどんな音がするのか。全然違いますね。先ほどの可愛いに比べて、可愛いの中でも特に柔らかい音、ヤマハの中でも特にはっきりした音のピアノ、こんだけ音違うんですよ。これは面白いですね。さて、うちのオリジナルピアノ、コロラトゥーラ、もうね、中古でしか手に入りません。今作ってませんのでね、これをですね、聞いてもらいます。これちっちゃいピアノなので、あんまり大きすぎない、ピアノがいいって方はね、可愛らしいのでね、どんな音かな。小さい割には重低音が出ますよね。ヤマハとも可愛いとも違う音ですね。これ独特の。
さいのでパワーは出ませんが、まあ一般家庭でそんなでかい音いらないって感じね。もうとにかく可愛いので、こんな感じの音が好きな方はこれ。そしてこれ可愛いの最高級の US の95。これ今日ちょっと長くなりそうですね、動画ね。皆さん気長に見てください。可愛いの中で一番いいやつになのに、まあこの価格で買えるというね。本当ね、もっと高い値段でもいいぐらいのものなんですが、さあ可愛いの最高級モデル、鳴り方はグランドみたいです。やっぱグランド意識してますね、このピアノはね。高級感のある、ね、先入観じゃなくてね、やっぱり高級感のある音ですね。いや、なかなかこういう音がいい方、まあ、やっぱり可愛いのピアノらしい柔らかい音がします。さてここに行きましょう。今度はですね、プルツナーというあんまり聞いたことないブランドかもしれませんが、まあ、とにかくこの可愛いのでね、仕入れました。で、まあ、もちろんプルツナーってちゃんとしたメーカーなので、手作りの、ね、メーカーですから、まあこれ外装は現状でちょっと曇りがあるのでね、現状で出してますが、この音、プルツナーの音を聞いていただきたいと思います。さあどうでしょうか。明るい音ですね、はっきりとしたね、あのクリアな山に近いような響き方ですけどもね、いい感じだと思います。タッチも結構いいですよ、これね、プルツナーです。これはちょっとまあ聞いたことないから大丈夫かなという方いらっしゃいますが、まあちゃんと手入れしたら何十年も使えるピアノですね。もちろん手をちゃんと入れて、外装はこのままですけども、だからこの値段なんですが、これいいと思いますね。さあ次なんですが、これはヤマハの YU5 という、今度はさっき可愛いの最高級だったんですよ、今度はヤマハの最高級ね、 YU5 ですが、これね、アグラフのついた、まあヤマハの本当最高級なんで、なかなか中古では入ってこないね、もういいピアノなんですが、ではこのピアノの音を聞いてもらいましょう。どんな音がするんでしょうか。結構優しい音ですね、キンキンキラキラの明るい音ではなくて、まあしっとりとした、長時間弾いてても疲れない感じですね。結構いいと思いますね。あの重低音も深いですし、最高級の、まあアップライトで中古で一番いいのちょうだいって言ったらもうこれです、このピアノですね。さあ次はね、ディアパソンの赤いピアノいきますね。赤いピアノ、これ126S なんですが、中型のモデルになりますね。大橋モデルですよ、中型はね。中型、大型。はい。さあ、どんな音でしょう。あ、優しい。柔らかいですね。低音はしっかりしてますね。このピアノもね、柔らかい音です。優しい音ですね、耳に優しい感じの、中型なのにしっかりとなってますね。はい、
ディアパソンの赤いピアノ、まあ、こういう色が言い方はねいいと思います。でこのディアパソンの DR68WS はもう売約済みになりました。ちょっとやめておきます。そして大橋です。外装現状にしてます、ね、外装クソ現状にしてちょっとお安くしてます。もちろん全部やり直してもいいんですがね、まあ、このままで良ければいうことで、まあ、本当高くなっちゃうので、外装現状のままで大橋幻のピアノと言われてますが、うちは百何十台今まで取り扱いしたので、もう幻、うちでは幻じゃありませんが、他の楽器屋さんでは幻かもしれません。なかなか手に入らないモデルですね。大橋の音です。ヤマハでもカワイでもない独特の音、まあ、この大橋はですね、もともとあれです、ベヒシュタインをモデルにね、大橋畑岩さんが設計したと言われているものですが、まあ、めったに、お持ちの方はいらっしゃいませんので、こういう人が持ってないもの、私そういうの大好きなんですが、人がね、なかなか手に入らないもの、まあ、そういうものが欲しい方、そしてヤマハカワイとは違うこういう響きのピアノが欲しいという方、まだ未整備、これから手を入れていきますからもっと良くなりますけども、こういうピアノが欲しい方はいいと思いますね。グランドのお部屋は今日はやめておきましょう。もうね、出荷待ちのピアノがこんだけあって、これも全部売れちゃってますので、手を入れてる、もう急いで今整備をやってるんですが、今これだけのアップライトピアノ、いろんなバラエティ飛んだピアノがあるので、一回見に来ていただきたいんですが、遠方の方は見に来れないもうネットで動画で決めるみたいな方がもう大体 7,8 割うちいらっしゃいますので、今の比較動画でもうお店に来た気分になって言っていただきましたら、きちんと責任を持って、全国にね提携調理師がいるので、アフターサービスも手抜きしませんから、安心しておっしゃってください。それでは今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。それではさよなら。